君は伝説の中にいる。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。またあなたは負けることはない。私は信じています。荒屋敷、舞い散る花びらに血文字で書いた自制の句を残し、サラ掃除の下で釈迦は消滅した。それを見届けた佐賀たちが処女宮に戻ると、そこには駆けつけたムー、シリュウ、そしてアイオリアの姿があった。釈迦の死を悟ったアイオリアはまさに行かれる獅子と化していた。眠れる獅子が怒りに目覚めたか。アイオリア、彼らが釈迦の天部降臨にかけられた。もはや廃人も同然。そんな者たちをあえて撃たなくてもよいのではないか。釈迦がなぜ死んだのか、そこにはもっと深い意味が隠されているような気がするの。ムーよ、思慮深いことは結構だ。しかし目の前で同胞が殺されているのを見て何の行動も起こせない奴はもはや男として認めん。さあ、かかってこい。今度はこのアイオリアが相手だ。ハーデスの倉庫に成り下がったか。蘇りし我がエクスカリバー、受けてみよ。ファイト。我が聖剣の前に来い。ここでお前たちの息の根を止めるまでだ。やるしかないわ。俺が相手になる。釈迦の仇、釈迦に詫びよ。まさに怒れる獅子と言ったところだ。しかしこのままでは終わるわけにはいかぬ。石の方法をその身に刻め。さすがアイオリア、恐るべきパワーだ。お前の力はどんなものか。それとも貴重者にはもはや戦う気を見せたのか。まだここで終わるわけにはいかぬ。アホどもちゃうわ。エクスカリバー、我が聖剣の前に散り。貴様には失望したぞ。俺の君を見ることもない。まだ抗うとは。ウィナースペクターなどこの俺が粉砕してくれる。このアイオリアの力はこの程度ではない。今こそレオの力。言うことは何も。ファイト。次はこのカミユが相手だ。彼が相手であろうと同じこと、この場で葬り去るのじゃ。それだ。3人がかりで命を奪うとは。片隅にも置けんやつらめ。我それだ。今はマグナのもとへ突き進むのみ。貴様、フリージングコピー。お前たちはもはやゴールドセイントではない。約束どもが。今お前に語れることは何もない。覚悟
のしろ、神よ。人目の死に場所だ。アイオリア、私はまだお前に撃たれるわけにはいかぬのだ。この世で釈迦に詫びよ。このアイオリアに勝てると思ったのか。アイオリアよ、我々に残された時間はあと4時間余り。それまでにたとえ張ってでもアテナのもとへ行かねばならない。それを阻む者はたとえ誰であろうと釈迦のように殺して通るまで。面白い。ならばこちらも言おう。もはやお前たちはここから一歩も進むことはできぬ。落ちたか。邪魔をする者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺す。はいと終わりだ。ヒロカ、一緒に婚活機を出てきたのか。釈迦が死んだとなるのを黙っていてくれるか。見ろ、私もできることなら釈迦の仇を討たせてやる。なんだと。だがまだこれをお前にやられるわけにはいかんのだ。終わりだ、俺が片付けてやる。終わりだ、幸福がしかスカーレットに行けば15発の割に勇気を与える。最後を見せてやる。のみだ。邪魔をするな。見ろ、我々には時間がないのだ。終わりだ。見ろよ、まだ殺されてやるわけだ。パーフェクト。ウィナーが悪に染まった者の末路だ。見たか、これが真紅の衝撃よ。言ったはずだ、我らに残された時間はあと4時間余りしかない。邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。三味一体のあの構えは一度犯した禁断の技、今さら何のためらいも持たん。お前たちも全員釈迦と同じように消し去ってくれよ。サガよ、何か忘れてないか。こちらにもゴールドセイントが3人いるのだぞ。あれはアテナエクスクラメーション。バカだ。そう、バカなこと。これビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションがぶつかり合い、サンクチュアリ全体が消滅してしまうことだろう。サガ、そんな愚かな技の掛け合いをあえて選ぶか。望むところよ。サンクチュアリ全体が消滅するならアテナの首を取る手間が省けるというもの。愚かな、もはや問答無用。アテナエクスクラメーション、アテナエクスクラメーション。ご覚悟か。こちらが落ち始めた。よし、シリュー、この均衡が崩れた後の衝撃にゴールドクロスのないお前は耐えられない。そんなことで逃げるなら初めからここへは来ない。これでもアテナのセイント、死はもとより覚悟の上。行くぞ、全体の王山昇竜派。
サラの花びらに血文字が。これはシャカが私に託した句。荒屋敷シャカ、やっと分かりました。あなたの死の意味が。そして今こそ私の覚悟も決まりました。